裏添えでヤクルト対楽天っていうところをね、見たけども、まあだからヤクルトはね、2試合連続で見ましたけど、まあその中でね、まあヤクルトね、WBC に行ったけど、ちょっと高橋奎二がね、心配だね。全体的にやっぱりまだ馴染んでないのかな、この WBC 級っていうところがね、フォームのバランスとかフォームの感じとかっていうのはそんなにね、悪いようには見えなかったけども、ちょっとボールをね、扱いきれてないっていうところがね、ちょっとバタバタしてるかなっていうね、まあ、こっからね、どこまでいけるかっていうね、ところはあるけども、やっぱ木澤はね、いいね。もうパワーピッチャーだからね、もうこの時期からね、出力ね、全開でいい形でね、なんか最初の頃はね、それがいいのかなっていうところはね、正直あったけども、安心感っていうところがね、ちょっとずつ、出てきてるんじゃ、ないのかなっていうね、ところもあるし、まあ打線ではね、丸山いいね。いい形で、しっかりね、アジャストしきれてるっていうところでは、まあ塩見は若干ね、足の違和感で、サイドの方ね、2軍に行っちゃったけども、まあ普通に行けばね、塩見、サンタナ、で、レフトっていうところがね、まあ山崎幸太郎の中誰かってね、丸山ね、入ってくるかもわからないっていうところでは、丸山が非常にいい形のね、練習してるなっていうところと、長岡はやっぱりもうこれ自信だね。もうなんか掴んだね。もう、まあ佐々木朗希からヒット打ったっていうのもあるけど、こういう枠引き入れてポーンみたいなね、なんかバーとかタイミングとかね、めちゃくちゃいいなっていうところと、あとね、この内山、このレフト。守ってたけども、この日もね、守備もね、ちょっと前進守備のところで、レフト後方へでね、ぐらい来たけども、それもしっかりね、配送しながら、ね、フェンス間際で取るっていうね、守備もあったし、まあ、キャッチャーね、中村がね、まあ、ほぼほぼ行くしね、で、その他に、キャッチャーっていうところも、古賀とかね、松本とかも被ってたけど、いるからね、まあ、左が多いんだよね。全体的に外野も丸山とかも、そうだし、山崎とかも、やっぱ右がね、少ないからね、この内山をレフトに持っていくっていうのはね、非常にナイスなアイディアだと思うしね。で、しかも守備も良かったし、まあキャッチャーだから肩もいいしね。で、バッティングもってなったら、これをね、まあキャッチャー3枚置いとくのってね、もったいないから、中村ともう一人、じゃあ古賀とか置いて、で、内山も置きながら、外野もスタメンで守らしたりしながら、どこでも守れるけど、なんかあったらキャッチャーもできますよ、みたいなね。で、たまにね、キャッチャーで試合出るのもいいし、そうしたらね、彼の試合数っていうのも増えるし、打撃においてもね、チームに貢献できるって考えたら、このレフト内山っていうのは、めちゃくちゃナイスアイデアだし、めちゃくちゃいいなっていうところもあったし、で、まあ長岡にね、負けずに頑張れっていうところがね、竹岡。だからこの、青木のね、マネーとか意識してんだろうね。まあ、俺はそういうのをね、日刊でも書いたけど、マネる、マネブ、マナブっていうね、まあ諸説あるけども、語源ではね、マナブとマネるはマネブって言って、同じことっていうね、マネるはマネブっていうね、ところで考えると、やっぱりいろんなマネしながらね、自分のオリジナリティに変えていくっていうところでは、いいけどね、青木に比べると、間がないのよ。青木みたいなこのゆったりした懐の間を作って、形だけじゃなくてね、そういったところも真似できればいいと思うけどね、そこは頑張ってもらいたいね。そうなっていくとね、やっぱ層がこうね、厚くなっていく可能性もあるからね、このキャンプね、オープン戦含めて、層を厚くできてるっていうところがいけばね、非常にまたね、さらにレベルアップっていうところは、いい形にね、なってくるんじゃないのかなっていうところもあるしね、ここからキャンプ終盤、オープン戦にかけての見どころかなっていうところは感じたね。